調律をしたらどのくらいピアノは変化を遂げるのか。僕フォルテ。おはようございます、マッチョ。フォルテです。シャキーン。本日はピアノの調律したらどのくらい音変化するのか、イエーイ。このピアノは僕のお家に来てからまだ一度も調律してません。納品調律って言ってね、お家にピアノが届いて、で落ち着いてから部屋に馴染んでから調律をするので、まあ弾くばっかしててどん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 音が狂ってきました。ちょっとおかしいですよね。ここら辺からもっと怪しくなる。ちょっとやばいですよね。はい。というわけで、まあ調律をしたらどのくらいピアノは変化を遂げるのか。こういう調律の変化の動画ってなかなかないと思うので、実際に検証していこうと思います。それではレッツムキムキ。はい。というわけで、先ほど聞いていただいた音が調律前の音です。今から調律をします。どんな音になるのか楽しみですね。それではレッツ、モキモキ。ここにもファツオリってあります。こんな長いね、これほら、こんなに60センチぐらいあるよ。これフルコンだからですか。そうそうそう、低音が長い、だから簡単に低音を踊れるんですね。そうそう、まあ、チーソーみたいに動くから鍵盤長い方がね、すごく軽い力で持ち上げる。結構ね、音が下がってて、442でね、調律をするんですけど、440を切って 439.5 ぐらいだったんです。だからね、これ1回じゃちょっと止まらないんで、今一度下律っていうのをやって、で、その次に本当の調律をして止めるというぐらいね、音が今すごい下がってます。だから、かなりね、明るく感じると思います、仕上がりが。皆さん。仕上がりね、楽しみにしておいてください。はい、というわけでね、調律が完了しました。皆さんね、ファツオリの調律見たことありましたか。というわけでね、まあスケルと2番をちょっと比較していきましょう。
さんどうでしたか？ちょっとほな中間部いってみましょう。気持ちいい音がしますね。ちょっと、お腹が痛いのでトイレ行ってきます。はい。無事復活しました。最後のかっこいいとこだけ成功させて終わりましょうか。はい、というわけで皆さんどうでしたか？かなりね、音が進化してたと思います。まあこれからね、僕もたくさんこのピアノを弾き込んでいき、どんどんね、オリジナルな音が出てくるんではないかなと思いまっちょ。というわけでね、このような感じで調律をすると進化するので、まあ調律、調整、しっかりとね、皆さんもね、調律師さんに聞いてみてください。というわけでここまで見てくれてありがとうございまっちょ。まあ今後もね、さらに頑張っていこうと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それでは、バイバイ。